理学療法士の本当1年目の最初の3ヶ月ぐらい、自分が見てた患者さんが後ろに見てもらいたくないから違う人に見てほしいっていう事件が、まあ1回や2回になると思うんですけど、僕最初の3ヶ月で6、7人出たんですよ。でこれなんでかっていうと、なんか自分は1年目の最初の頃に皮膚運動学とか皮膚をこう擦ってなんか体を変えるみたいなのとか、あとこう離れたところからのアプローチ、膝が痛かったら痛いのに腕とか見たりとかして、こう遠くから魔術師のように変えるみたいなのにハマってて、患者さんの本当痛いところを見ずに自分のやりたいことばっかりやってたんですよね。で、まあ、それは結構勉強してやり込んでたんですけど、なんか患者さんってそういうことじゃなくて、膝が痛かったらまず膝をちゃんと見てほしいじゃないですか。そういうことを考えずに一人よがりで自分で勉強したことをやりたいことを好きにやってたんで、めちゃめちゃちゃんと答えが続いて怒られたっていう反省点があって、まあ、これってでも若い人にありがちだなと。僕が経験者があった頃に入ってきた人たちも、まあ、一定そういうのもあったんで、やっぱりこうしっかりと患者さん目線を持って勉強してる人ほど自分がやりたいことをやっちゃうんで、あんまりやりすぎると担当交代されるんで気をつけてください。